心理療法、心理療法、心理療法、サイコセラピー、精神療法、心理セラピーとは、物理的また科学的手段によらず、教授、対話、訓練を通して、認知、情緒、行動などに変容をもたらすことで、精神障害や、心身症の治療、心理的な問題、不適応な行動などの解決に寄与し、人々の精神的健康の回復、保持、 増進を図ろうとする理論と技法の体系のことである。臨床心理学においては、心理療法、精神医学においては、精神療法の故障が通常用いられ、事実上同じものを指す。この違いは、明治期以降に、西洋学問を輸入した際、サイッキーの後に心理と精神という二通りの訳語が当てられ、それが、心理学会と医学界に別々に定着したことに、 由来する。心理療法を行う者を心理療法師、心理療法家、精神療法家、心理セラピスト、サイコセラピスト、サイコセラピストなどと呼び、専門家が立脚する学派により精神分析家や行動療法家などと分けることもある。また、心理療法を受ける者をクライエント、クライアント、来番者、患者などと呼ぶ。心理療法は、 主に対話を用い、精神障害や、心身症を呈している人、心理的問題や、不適応に陥っている人、手術の困難を抱えている人などの認知、情緒、行動などに働きかけ、そこに適応的な変化を図ることを目的とする。特に、人間関係に起因する、ストレスなどの影響が認められる、心因性の精神疾患の治療においては、 心理療法はストレスそのものの分析、考察を行うた表面的な症状を抑える薬物療法などの対象療法とは区別される。性格傾向、病理水準、発達水準などにより向き不向きがあるため、主訴や各水準の臨床心理査定と照らし合わせ、相談者との共通理解の下で適した心理療法が選択され用いられる。明治末から 昭和の初めにかけて民間療法が盛んに行われていた。明治三十年代後半に流行した催眠術治療に始まり、明治四十年代に入ると製座法や呼吸法などの収容法、霊術などの治療法が流行し、これらは精神療法と呼ばれた。その主な技法は、腹式呼吸、霊道と呼ばれた体の自動運動、お手当て、手当て療法といった。 身体技法であった。当時の精神療法科の用いた精神という言葉は体と対立する精神という意味ではない。吉永真一は体を含み、さらには体を超えた領域も含んでいったと指摘している。診療報酬上のレセプト、精神科専門療法量における入院精神療法とは精神面から効果のある心理的影響を与えることにより、 対象精神疾患に起因する不安や葛藤を除去し、情緒の改善を図り洞察へと導く治療方法であり、通院、在宅精神療法とは、一定の治療計画のもとに、危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法である。入院集団精神療法及び、 通院集団精神療法とは、集団内の対人関係の相互作用を用いて、自己洞察の進化、社会的応技術の習得、対人関係の学習等をもたらすことにより、病状の改善を図る治療法である。なお、病状、服薬状況微副作用の有無等の確認を、主とした支援は、精神科継続外来支援、指導料であり、精神療法に該当しない。 欧州における心理療法の規制は各国で様々であるイギリスにおいて心理療法は非営利団体が規制しており国家登録の心理療法士は主に3団体ユキシーピパスプ、BBC に属している加えて小規模な団体に ACP、パップも存在するドイツにおいてはサイコセラピーアクトによって 成人への心理療法は5年の心理学専門家庭、あるいは精神病理学を含めた医学を収めたものでなければならないとされている。21歳までの青少年への心理療法については心理学専門家庭だけに限定されず、社会教育学内し社会福祉の領域の専門家庭でも認められている。イタリアではアセシニーアクトにより心理学部、または 医学部を卒業後、大学専門家育成課程もしくは、教育大学研究所から認可された民間の心理療法スクールで4年間の卒業訓練を経たもので、なければならないとされている。フランスでは、サイコセラピストを名乗ることができるのは、国家登録の心理療法士のみであり、それには、医学博士保有者、一般開業医、専門医、心理学、臨床心理学をはじめ、 各専門分野専攻終了者、精神分析学専攻の終了者、精神分析協会への所属者それぞれの要件に応じて、もし免除がなければ、精神医学や心理学、精神分析学を専門分野としている、高等専門大学校の2名の教授によって、設置された研修機関で、法律、テクロット N2010 から5 3 4 0 2 0 2 0 1 0レラティファイル、 ウサげジュタイターでピシコテラパートで規定された臨床精神病理学に関連した理論と実践的な訓練に従って科研修を受ける必要がある。スウェーデンではサイコセラピストを名乗ることができるのは大学にて心理学及び心理療法の教育を収めた後にに登録されたものである。日本においては民間認証資格として臨床心理士メンタルケア心理士、 上級心理カウンセラー行動心理師、カラーセラピスト、および国家資格として公認心理師が存在する。様々な技法が登場してきたが、認知、情緒、行動などに適応的な変化を図る目的は共有している。18世紀には、フランツ・アントン・メスメルが動物時季説による治療行為を行い、後の催眠へと繋がっていった。心理療法における、 ダポールの概念などもこの流れで生み出された。1892年にはアメリカ心理学会がウィリアム・ジェームズの心理学をもとにして設立される。第一の勢力は精神分析学である。1896年にジークムント・フロイトは精神分析という言葉を用い、精神分析学を創設し、その後の心理療法に多大な影響を与えた。 フロイトに指示したカールグスタフ・ユングは分析心理学を提唱。ユング心理学はユング派としてアメリカでプロセス思考心理学などを生んだ。この時代にはフロイトや現象学の影響を受けたルートビヒビンスワンガーの弦、存在分析、またビクトール・フランクルによるロゴセラピーがある。対人関係療法はシン・フロイト派と呼ばれるハリー・スタック・サリバンらの流れを組む。イギリスでは メラニー・クライン、ドナルド・ウィニ・コットラの対象関係論が展開し、アメリカでは対象関係論に影響を受けたオット・カーンバーグが定印象転化精神療法を考案した。また、1968年にハインツ・コフートは自己愛性・パーソナリティ障害について論文を発表した。2> 第2の勢力は行動主義である。20世紀初頭に行動主義心理学が登場する。 これは戦争を挟んだ軍事学的な統制にも用いられた。動物実験により古典的条件付けやオペラント条件付けなどの語が通した。治療に関しては1960年にハンス・アイゼンクが行動療法と神経症を出版する。ポジティブ心理学は学習性無力感の研究者であったマーティン・セリグマンが1990年代に提唱。 第三の勢力は人間精神理学である。1960年代には人間精神理学が自己実現理論を提唱したアブラハム・マズローラによって組織される。1942年にカール・ロジャースがカウンセリングと心理療法を出版し、来願者中心療法などを提唱する。ロジャースは集団に対応させたエンカウンターグループも開発した。 アメリカのビュクサーのエサレン協会を中心として、ニューエイジなども加わり、瞑想といった技法も研究されるようになった。ゲシタルト療法は、エサレンを中心として発達した。1969年には、トランスパーソナル心理学会が、LSD による神秘体験を研究していたスタニスラフ・ブロフと、上記人間精神理学のアブラハム・マズローによって、設立される。 瞑想などの伝統技法は第三世代の認知療法に影響した。2000年頃より根拠に基づく医療が大きく提唱され、技法がマニュアル化しやすい行動主義あるいは認知心理学的な技法による有効性が見出される。それは認知行動療法、対人関係療法、マインドフルネス認知療法といったものである。イギリスではこうした証拠に伴って、 政策として心理療法化の要請を積極的に行っている。科学的手法に基づいた国際的な大規模レビューによって心理療法は多くの状況において有効であると結論づけられている。心理療法のアドヒアランスとはプログラム途中での脱落率のことであり問題の一つとして認識されている。 早期段階での脱落率はおよそ30から60%であるとされ、その定義によって幅がある。脱落率は患者の選択手法や治療へのつなげ方など様々な研究条件によって差が出てくる。早期脱落は人口分布、クライアントの臨床特徴、治療科や治療手法などの要因が関係するとされている。心理療法の妥当性、 効果性を疑っているグループにおいては、脱落率が高まる。心理療法の副作用についての研究は、多々の理由で限られており、おそらく患者の5から20%であろうと推測されている。副作用には、症状の悪化、新症状の発生、他の関係との歪み、治療科への依存などが含まれる。いくつかの技法や治療科においては、さらにリスクが上昇することもあり、また、 患者の個性によってはより脆弱であることもある。適切な手法によって発生した副作用は医療過誤によって起こる症状とは区別されるべきである。2004年度からの厚労科研の研究では医療現場での精神療法の現状について十分に行われていると答えた医療機関は約5%で若干できている場合でも25%弱に過ぎない。 欧米諸国に比べ日本においては制度面の遅れがあり、それゆえこれまでは心理療法が日常的なものとして位置づけられてきづらかった。ユニバーサルヘルスケアの下で薬や注射などの現物には肯定の報酬が支払われたもののこのような目に見えない技術に対しては非常に低い報酬しか設定されなかった。このことが日本における精神医療の質の低下を招いた。 OECD は日本に対し、軽中程度の患者に対して、心理療法を提供できるよう、根拠に基づいた治療プログラムの整備を進めるよう、勧告している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。